注目の一戦を迎えました。東日本のバンタム級の新人王決定戦、阿部ジムの高橋直人赤コーナー、一方がワールドスポーツクラブジムの関東豊和であります青コーナー。こちらが関東、こちらが高橋、注目の一戦です。さあ第1ラウンドゴング。白のトランクス、赤のボディラインが入っておりますのが高橋直人、一方濃紺のトランクスが関東豊和であります。橋澤さん、はい、注目の一戦ですね。もうね、下手な実回戦見るよりワクワクしますね。なるほど。原田さん、この試合どういうふうに展開予想されますか？あのね、やっぱり高橋君っていうのはもう新庄の時から予選で下がれてますよね、はい、それだけにやっぱりね、関東君がそれだけファイトを上げたと思うんですよ。なるほど。だからその安感的なね、楽観的な考えを持ってますとちょっと怖い目になりますよ。なるほどね、だから非常にね、この戦どうしても言えないですね。だから本当に僕もね、黙ってこう見てていたいような試合ですよ、この試合はね。非常にどちら勝ってもですね、やっぱり負けたり勝つにしても、やっぱりいい試合だと思いますよ。はい、高橋は昭和42年生まれの18歳、一方の関東が昭和39年生まれの21歳。橋田さん、はい、関東の方はもう高橋、若い高橋には絶対に負けられないという気持ちでしょうね。左から右をフォローした、ガクッと膝から落ちました。いいパンチでした。原田さん、そうですね、今のコンビネーションが気になりましたね。もう簡単になんでしょうかね、タイミングが実力あった。さあここから差を詰めることができるか。第1ラウンド、まだ残り時間は1分半以上あります。ミラッパー、左をフォローした。白のトランクス、高橋直人、時間は10秒。ミラッパー、ミラッパー、グラッとしたが、まだダウンしない、ダウンしない、ダウンしないぞ。右のストレート伸ばす、強烈な右のストレート、顔が見えておりますが、関東、さあ関東がここからどこだけ頑張れるか。やっぱり関東君は気合が入ってますね、そこをうまくね、高橋君がやっぱりキャリアの差ですかね、なんかこう見てるのありますよ。なるほど。それはアマチュア長いんでしょうね、アマチュアの経験があるから、はい、だからこの回をボストンが面白いと思いますよ。はい、右の蓋またクラッとした。実にしかし原田さん、タイミングがいいですね、パンチもね。そうですね、非常に打たしておいてるカウンターでね、はい、こういうとこはちょっと離れてますね、スイングの人。ああ、右のストレート、またクラッとしたが、また持ち上げます、関東だ。いやー、大チャンスですごい試合になっちゃう。第1ラウンドから打ち合いです。これは注目の試合、下馬評に上っておりました注目の試合でありますが、その期待に高まる好試合になりました。第1ラウンドから打ち合いであります、関東が差を詰めていきます。右ラッパーから左をフォローします。おっと、右が伸びた、右が伸びた、右のストレートです。得意の右のストレート、左の深から右、おお、右をもらいました、関東です。ここで第1ラウンドゴング。第1ラウンドから素晴らしい試合になりました。バッタム級の東日本新人王の決勝戦、原田さん、いかがですか？僕はやっぱりこれはね、高橋君のワンポイント取ったんですけどね、非常にもうね、これ腹がしますね。なるほどね。橋田さん、いかがですか？関東もね、ものすごく反撃しましたけど、やっぱりダウンを取ってるんで、10対8とつけましたけどね。なるほどね。しかし橋田さん、はい、本当に第1ラウンドからお互いの持ち味が出てきましたね。いやもうね、とてもじゃないけど目離せないですね。本当にそうですね。高橋の方は原田さんご覧になってどうですか？ちょっとこうパンチもらった時にガクッとくるところがあるんですよね。そういう面ではね、やっぱり高橋君ちょっと怖いなってくる。ただね、そのうまさではね、やっぱり高橋君だと思いますね。なるほどね。だからああいう相手のパンチの量をして避けたところにカウンター打つとかね、これはでもね、2回3回できますと分かりませんからね。そうですね、関東君もやっぱりね、相手の目が慣れてきますから、はいはい、非常にこれはね、目外せないですね。なるほどね。さあ第2ラウンドのゴングです。はい、第2ラウンド、関東としてはどうでしょうかね、どういうような戦いぶりがいやいや、もちろんね、オーソドックスな高橋のね、はい、ペースを崩すために、かなり思い切ってぐんぐん攻めていくと思いますよ。はい、一方の高橋の方は、原田さん、詰めに行ったところ、はい、いいパンチもらいましたからね。そうですね、ですね、高橋君ってうまいんですよね、はい、来ないと思うと、自分から行って、で、来ようと思った時、相手がバックステップしてですね、右ストレート決める、はい、これは関東君の、高橋君のペースですね。はい、右のストレートをもらいました、関東、右のストレートをもらった高橋のいい右のストレートです。お
お互いに右のストレートは強烈なものを持っておりますが、関東の方は左のダブルを得意としております。関東が167センチ、高橋が168センチ。右のストレート左のフックをフォローしたショートフックです。ほとんど体格的には両者変わりませんが、ボクシングスタイルは関東の方がぐんぐん前に出て、高橋の方がボクサーファイター型。左のフックは相打ち、リングの中央です。左のボディアッパーだ。アウト、右のフック、ショートフック、いい感じです。高橋のキラーパンチ、右のストレート、高橋の右のストレート、第2ラウンド右のクロスカウンターだ。右のクロスを打ち込んでまいりました。高橋、相手のパンチをよく見ています高橋。しかし新田さん、はい、18歳とは思えませんね。非常に試合前講師ですね、とても冷静な立場っていうかな、はい、非常にいい試合をしますね、はい、このカウンターですよね、気をつけなきゃいけないので、はい、右のアッパー。第2ラウンドは高橋の方もやや相手のパンチを警戒して、もちろん警戒しておりますが、第1ラウンドほどは思い切って出てきておりませんが、それでもいいカウンターが決まっています。右のショートアッパーです。もう関東君パンチもあるんですからね、はい、やはり入ってきた時に相打ちにしたいですね。相打ちね、相手のパンチと一緒に、あっという間なんだ、これはどうだ、立てるか。ニュートラルコーナーに行きました関東。さあ立ち上がりました、レフリーがカウントします。立ち上がりました、ファイティングポーズを取った。さあ試合再開だ、試合再開、今度はここで詰められるか。まだあと残りが40秒以上ある、40秒以上あります。40秒以上の右のショートフックだ。左のフックは空振り、高橋右だ、高橋の右もう一発、最後のランナー、最後のランナー、タオルが投げ込まれた。高橋直人 KO 勝ち、バンタム級素晴らしい試合でした。第2ラウンド KO 勝ちであります高橋。がっくりきました関東、それにしても素晴らしい爪、高々と右手が上げられました。いやー原田さん、はい、非常に素晴らしい、はい、素晴らしい試合ですね、本当にね、今の見事な KO ですね、はい、やはり相手が打ってくるとこにバックをね、バックステップしてカウンターですね、はい。芦田さんどうですか。いや僕はね、これまで高橋はいわゆるセンスのいいね、はい、ただ上手い選手だっていう具合に思ってたんですけど、ね、はい、こんなにまあファイティングスピードがあるということでね、見直しました、ね、素晴らしい選手ですね、うん、これはねやっぱり相手がねやっぱり関東君で入っていくからいい選手だから、関東君もいいんで勇敢なんですよ。そうです、ね、だからこの試合できたと思うんです ね、はい、だからやっぱりその両選手ね、やっぱり立派だと思いますよ、ね、素晴らしい試合でした。バンタム級の東日本新人王の決勝戦、高橋直人が2分27秒 KO 勝ちを収めております、それではインタビューしてもらいたいと思います。早速試合終わって間もなく会長、何か注意与えられてたんですか。レフトがやっぱり低いね、レフトが低い浮いたんだけど、やっぱりね悪くて手下がる。そうですか。1ラウンドねちょっとグラッときましたね。それほど効かなかったけど、やっぱ左側と下がってるところにまともに食らっちゃったから。これからどんなタイプのボクサー、どんなタイプのチャンピオンを目指したいですか。打ち合いもアウトボクシングもできるようなボクシングやりたいと思います。本当におめでとうございました。おめでとうございました、高橋直人と関東豊和のバンタム級の東日本新人王の決勝戦、第2ラウンド2分27秒、高橋が KO 勝ちで関東を破っております。